吉谷さん、こんにちは。まあ、成功するための基準値ですよね。私も何点かに例を絞ってお届けしようかと思いますけども、まずは麻雀なんですけども、麻雀って大体ね、巷で言っているゲーム時間っていうのは1ゲーム50分ぐらいかかるんですよ。まあ小1時間ですよね。で、私が関わっていた麻雀道場っていうのは大体標準時間が22分っていうんですかね。だから巷の麻雀の倍速ぐらいで1ゲームが終わるんですよ。じゃないと数がこなせないのと、あと時間かかりすぎ、無駄な時間かかりすぎってことらしいんですよね。で、そういう風な麻雀をやってるもんですから、1週間で100ハンチャンっていうね、まあそういうね、一つのレベルがあるわけなんですよ。もうブッブーだよ。1週間で100ハンチャンということは、1日に10回やって、かける7でも70回いかないんですよね。だから100回は毎日やってますよ。で、1日に10回やるってことは、まあ22分の10回ですから220分なんですよ。で、これは世間の人が50分かかるわけですから、そのスピードでは絶対できないんですよ。ここで何が言いたいかっていうと、プロのレベルっていうのは何事においてもまず単体の作業が早いんですよね。で、なおかつ数があるんですよ。早くて数がある。で、素人さんは最初からそんなスピードいきません。でも1本が限界なのを2本に広げていく、2本に広げるためにはスピードアップしていく、こういったことを積み重ねていかないと、まあ数こなせないんで稽古の量は減りますよね。で、ちょっと例を変えて、私中学の頃は極真空手をやっていたんですけども、極真空手にはですね、黒帯を取った後に一つのレベルとして100人組手ってのがあるそうなんですよ。私はとてもそんなレベルじゃなかったですけども、100人組手ってのは文字通りこちらは1人です、向こうは100人です。100人の黒帯相手に1人ずつ戦っていって全員倒すんですよ。でも1対1の組手でさえね、1人と戦ったらヘトヘトですよ。1分2分こう全身で動くわけですから。それを100人やると時間も膨大かかるし、もう10人も相手にしたらヘトヘトですよ。で、しかも100人組手の100人の相手ってのは、後であればあるほどどん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 強い熟練が出てくるんですよね。最後は一番強いのがもう超ボスが出てきてめったくそになるわけですよ。それでもその100人組手をクリアしたものが次の世界に進めるということなんですよね。いずれにしてもすごい稽古量だし、すごい実践量なんですけども、じゃあ100人組手を達成した人、もしくは1週間100ハンチャン、100ゲームを達成した麻雀のプロフェッショナルが世間に名を轟かしていますかっていうと、これ無名なんですよ、ここまでのことをやってで、同じようにどんな世界でもすごいプロっていうのはいると思います。しかも今お話した空手にしても麻雀にしても、普段の暮らしや仕事をちゃんとこなした上でやってるってことなんですよ。まあ、ですんで、ネットビジネスとかね、まあ、ビジネス全般なんですけども、普通の暮らしを送りながら1日に10時間12時間勤務をしながら、なおかつ YouTube なら YouTube なんですよ。私も麻雀店1日16時間勤務しながらブログは1万個作ったわけですよ。いや、それ以外に方法を思いつかなかったんですよね。そのぐらい私は自分の人生を手に入れたかった。そして何の保証もないし、誰かが1万個作ったら成功するなんてこと言ったわけではないんですよ。ただまあ1000個ぐらい作んないと話にはなんないよっていうのはどっかで聞いたことがありました。でもそれを言った人自身が1000個作っていたかというと非常に疑問です。ですんで、自分がどうなりたいかを決めて、そこまでのロードマップを大まかに引いて、それをやってみたってことなんですよ。1万でダメだったら多分2万に挑戦したと思います。そのぐらい私は自分の人生を手に入れたかったですよね、うん、だからこのどうしたいかっていう思いだけが自分の未来を変えて、今日という現実を手繰り寄せたんだろうなと思います。ちなみにこのね、大和くんなんですけども、大和くんも私がもうね、年齢いっちゃったもんですから、なかなかねうまくできなくって、不妊治療を受けたんですよね。不妊治療には時間とお金、そして多くの人の手がかかりました。何回も何回も失敗しました。で、本当にね、1年間で200万ぐらいかかったわけですよ。しかもほとんど毎日その不妊治療に関わる生活や通院ですとか運動ですとかね、
それから精神的なリラックスをするための環境とか、それを細かく整えました。そしてやっと一つの命が生まれたんですよね。なんかたまたま生まれたんじゃないんですよ。それこそ科学の粋を集めて、今の技術だから、そしてその技術を扱うドクターやナースが集まっていたから、そしてそこのサービスを受けるべく私にはお金があった、時間があったからなんですよね。プラス、まあ、奥さんなんですけど、奥さんもそれを受け入れて身体的精神的負担を全部ねクリアしてくれたってことなんですよ。もちろん周りの方も協力してくれましたね。そういったものもろもろで一つの達成ってのがあると思うんですよ。まあですんでね、なんかちょっと疲れたからやめるとかね、なんか気が乗らなかったとか、つまり自分の人生に気が乗ってないってことなんじゃないかなと私は思うんですよね。まあそうは言ってもいろんな状況がありますので、いちいちねそういった人を責めることはないんですけども、ただ弱音の一つをね吐いて楽になりたいという、いわゆる簡単に心が折れてる状態じゃそれはどこにもたどり着かないかなと思います。瀕死の重症になりながら食べるか達成するもんだと思いますからね。じゃあご飯に行ってきます。